はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのミラーゼッチカタリスト続きをプレイしていきたいと思います。さあ前回の続きからでどこに行けばいいんだ。まあメインミッションをどんどんとやっていきたいですな。セーフハウスで、あ、そっか、ノーマットに合流しないといけないんだね。ウェイポイントを設定。さあ行くか、とりあえず戻ろう。はい、んでこっち、あ、ウェイポイント出てるね。こっちなの。うーん、よいしょー、はい、よし。さあまあサイドクエストもいっぱいありますが、とりあえずはメインミッションをねどんどんクリアしていきたいと思います。よし、たはい、上、はい、落ちる、すごいところで落ちる。ノーマド、どこにいるの。どこにいるの。リンクと連動できるグリッジモードを手に入れた。コピーを送ってやる。それを使えばゼファーにあるファンを通り抜けられる。おお、いいね。試したら会いに来てくれ。問題が発生した。はーい、問題が来てくれっていう前に問題も発生してるのかい。どちらかというと問題が発生してから来てくれみたいな感じになってるな。あー、でもここは、お、ありがとうノーマット、今から向かう。ああ、こういう力も手に入るんだね。なんかすごいね、どんどん、よいしょ、人間離れした力を手に入れてるな。目立たずに組織を維持して、はい、少しずつ信用を築いていった。それも今は変わりつつあるわけか。敷地内にランナーを発見した。はい、はい、あー、さようならさようなら。よし、そんなところにいるからダメだって。ほい、ほ、よいしょ、ほい、よし、位置に着いた。ここで待ってる。はいよ。フェイス、どこにいる。ノアか。いや、ノア、フェイスに手伝ってもらってる。またか、今度は何だ。すまないが知らない方がいい。おう、でも正義のためだ。本当さ。本当かな。こいつもこいつも、終わったら会いに来い、フェイス。はーい、ノア怒り者だね。よいしょ。まあね、あまりこう刺激しすぎると一斉排除みたいなことにもなりかねないからね、うまく強制しつつっていうのが一番いいんだろうけども。まあフェイスもね割と反抗的ですから、ロックですからね。ん、ちょっと待ってね、なんか音が聞こえない。これミラーズエッジのマークがあるけど、近くに何かあんだな。どうやって行くんだ。多分この上なんだろうな。あ、違う、危ね。どこだ。 あれだ、あんなところどうやって行くんだ。 あそこのダクトから行けばいいのか。まあじゃあこっちか。まあとりあえず後で撮ろう。よーノーマット、いたずらっ子ノーマットと話せ。ノーマットが送ってくれたグリッチベアを使い、ゼファー駅周辺の、送風機を抜けることができる。また彼は複合企業に関する新たな計画を進めているようだ。少なくとも彼のおかげで揉め事にはことかかない。彼と話して状況 OK。 トラブルメーカーやないかい。何が起こってるの。ガブリエル・クルーガーに会ったそうだな。噂の早いこと。ああ、見ろ、クルーガーセックはランナーの弾圧を強化する気だ。街中にああいう巨大アンテナを設置している。あいつらを取り締めるべきよ。全く同感だ。もし誰かがあのアンテナを壊したらクルーガーセックは動揺するだろう。誰かって私のことでしょ。俺がやってやりたいが、君は暴れるのが得意だろ。まあね、でもノアは巻き込まないで。安心しろ、俺はここから見張っておく。はーい、じゃあまあ行けばいいのかな。オッケー、クルーガーセックの警備を倒せ。倒しますか。ほい、ほー、はいしょ、はい、はい、よいしょ、よいしょ、
他には、あーいるいる、あー危ねえ、いオッケー、他はいるな、いまだいる、ほいほら、オッケー、アンテナ用のコアを構成、これだね、アンテナについたわノーマット、あとは撤去するだけね、はい撤去しちゃいましょう、よしできた、撤去する、いいぞメカちゃん、おおおお、クルーガーテックの援軍が来るぞ、脅威の回避、敵の視界をから出ろ、クルーガーセックの警備範囲内で、捜索対象となった、逃げろ、レーダーに表示されるクルーガーセックを振り切るか、セーフハウスに隠れよう、オッケー、隠れた方が良さそうだ、おー違うこっちじゃない、どっちに逃げばいいんだ、やばい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 、スキャナーをかわせば奴らを負けるはずだ、了解、どうやって負けばいいんだい、こっちに行けばいいのか、家のマークがあるからね、セーフハウスじゃないかなと思うんだが、よいしょ、ほっ、あでもこのまま負けそうだな、よいしょ、おいおいさ、はいドン、こっちに行って敵の視界外に出ろ、出ますよそりゃね、よし、はぁドゥイプイルー、よいしょ、あぶねー、やめて、そんなにそんな人数相手できるわけないだろ、おお撃つんじゃない撃つんじゃない、あぶない、よいしょ、おい、よし振り切ったぞ、よいしょ、あー振り切ってなー、あーいい、ほい、おい、オッケー、範囲外のようだ、ゲージがどんどん下がってる、あれがゼロになればいいってことかな、なんだ、よいしょ、オッケー、予測を完了、おお500もらった、ふぅ、あ、ここ。アップグレードポイント1ゲッチュ。何に使おうか。戦闘。エンフォーサイのダメージ増加。背後に対する強攻撃のダメージ増加。コード不能アドバンテージ。よろめき中または気絶中の敵に通常攻撃の3連コンボ。はいはいはい。で、パワー、スタミナプラス1。そうね。これなんか、ちょっとかっこいいね。これ覚えようかな。オッケー。移動はまあ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 、いいんじゃないかな。よし。次は移動覚えようかな。おー！よいしょ。オッケー。さあ、どんどんミッションをこなしていこうぜ。経験値もね、たまりますんで、街に転がってるやつをどんどん取ればね、ほっ、おほー、ぶんな、こっちじゃない、よし、オッケー、ゲッチュして、で、とりあえず、はあはあ、タイムトライアル、あ、戻れるのね、オッケー、こっちか、ランナービジョンオンライン、下に下がって、あのドアだ、ドン、あーはーい、はい、止まれ、どうもそっちの上からも行けんのか、こんにちは、ノーマットが探してたわよ、ほう、またワルダム組かい、ほい、よし、でこっち上行って、ノアがいるはずだ、この奥に、こんにちは、
イエス。いた。おいのは来たぞ。来ました。お前が戻ったというニュースで大騒ぎだ。だが話したいことがある。道元との交渉材料にするなら中身を知っておかないと。グリッドウェアに精通した知り合いがアンカーにいる。名はプラスティック。ドライブを届ける。プラスティック？ああ、プラスティックは少し何でもない。こいつの正体が分かるはずだ。 OK。 じゃあそのプラスティックに会いに行けばいいんだな。もう前回のね話がだいぶ前にあったから忘れてるからね。前作に出てきた名前が出てきても多分忘れてるかも。よいしょ。ウィッチャーだったらねすぐパッて出てくるんだけどね何でもかんでもウィッチャー基準にするんじゃないって話だ。あーいた。えーいっす。じゃあイカロスどうした？ノアから装備があるって聞いたんだけど。ああ、ほら。なんだ？つけろ。必ず安定した場所に取り付けるんだ。はい。それからジャンプしてスイング。難しくはない。ジャンプしてスイング難しくない。何？MAG ロープ、長押しで固定、スイング中にジャンプで飛び降りる。はいはいはい。スイング操作。おお、ああ、ああ、あれか。あったね。ね、身体能力高い人のゲームでもね。あー、これちょっと。これはいいね、でも。使えるわ。これでさらにどんどん先に進めるわけだな。止まれ。ほっ。よし。上行って。おほぉ、落っこっちゃった。もう一回か。はい。ここの上だよな。こっから走って。ほっ。オッケー。で、壁走り。ほっ。よし。で、こっちに登る。よいしょ。よいしょ。オッケー、登るぜ。なんだここ。お、なんかあるぞ。あー、ダメ、取れない。ここから回ってこれんじゃねえかな。こっちは、あ、取れそうだな。取れそうだけど下になんか調べられるとこあったね。ここはなんぞ。セキュリティチップを盗む。オッケー、いただきます。まあこういうのを盗んで、こうなんだろうね、あのノーマットにもらったやつとかを作ってるんだろうね。もうちょいこっちから行けんのか。あれはどうやって取るんだ。どっかから取れるはずだけどな。こっち？いや違うな。あれの取り方がわからないな。こっちにあるんだよね。あれ欲しいよね。どこからか落ちてこれるはずなんだろうが、まだ行くべき時ではないってことか。ここも別に開くわけではない。まあいい、先に行こう。よし。ん？なんか真下になかった今。あ、真下にあるな。うわー、でも落ちたらこれや、あ、いけるか。ほい。私の身体能力を舐めないでいた。ドキッタイ。うん。言ったそばから。さすがにあの高さは無理ですね。まあいいや、取った取った。これ戻れんのか？よいしょ。ほっ。ほっ。いや、
いけるわけではない。あ、高っ。ん、どうなってんだ、綺麗すぎてわかんねえな。よいしょ。よいしょ。あお、下手げに飛んだらダメだった。同じ攻撃を繰り返しているとグルガーセックはカウンターを仕掛けてくる。なるほど。下手げに取りに降りちゃったから次どこ行くかわかんなくなっちゃった。ここは無理だな。一回結構戻らないとダメっぽいな。まあ、戻ろ。よし。あの上。おいしょ。あの上に行くには。あ、ちょっと待って。タイミング悪い。よいしょ。180度ターンを覚えたからね、うまく使っていきましょう。おい、ここ。あ、で戻ってこれんのか。よしよしよし、戻ってきた。んで今まで通りこっち行ってで飛び越えてでここを上がってよし、開けろ。で、その先。おわー、綺麗。すごいね。あの奥のビルとか何メートルあるんだって。左にクルーガセックがいるわ。おほ、ほう。あー、ほう。だがお前なら彼女と気が合いそうだ。気が合いそう。オープンのロバ。あー、これはレースか。レースはいいや。よし。ほっ。ふん。よいしょ。ズザー。はい。で、壁走って登る。こいつはデリバリーだね。デリバリーは後に回しておこう。で、こっち。まあ、どんどんお話を進めていきましょうね。ほっ、いけるの？ OK。 まあ、こういうチップはどんどん盗んじゃいましょう。よし。お、なんだ。驚くべき博識プラスティックと話せ。プラスティック？名前と条件をどうぞ。制限時間は5秒です。フェイス、プラスティックとアイニ。4、3。どうなってんの？キャンセルだってば。おい、やば、ぶんな。殺すとこだった。ごめん。何？入って。こいつはまた。フェイスね。何の用？その、これの中身を知りたい。確かに変わり者だ。できる。ええ、もちろん。珍しい。ええ、見つけたの。聞いてない。侵入者、未知の存在、警戒。黙ってて、クマ。気にしないで、まだ改良中なの。クマちゃん、はい。暗号かね。オムニスタットの軍用レベルね。うん、これは大物だわ。ええ、だから。聞いてない。いつまでに欲しい？今日中じゃ無理。第一レイヤーの突破だけでも1ヶ月かかる。何か手伝える？うん、接続してくれる？グリッドノードに。わかったわ。どうすれば？オールコムゲートウェイにアクセスできればいいわ。そこから遠隔操作できる。え、
かわいいね。天才ハッカーか。で、オールコム施設に侵入するのは簡単よ。リードにデータスルースをマークしておいたわ。はい。このグローブで接続すればこっちから遠隔操作できる。了解。すごいな、ワンの時こんなにいい設備装備なかったはずだけどな。そこは突っ込んじゃダメなんだろうな。よいしょ。スペースの手を借りてオールコムのゲートウェイから処理能力を引き込むところよ。あのドライブを解読するにはそれしかないの。よいしょ。ゲートウェイのルーティングを変えるだけか。まあ、ほう、確定か。すげえ。2択で答えられると思わないで。なら確定している前提で話そう。あれのプロテクトは厳重だぞ。ああ、いる。フェイス、覚悟しておけ。フェイス、オールコムに行くにはチューリングアベニューを越えるしかない。マグを使え。マグ入った。オッケー。データスルーツは上層階よ。あそこの上か。どうやって行く。ここか。こっから。最近どうしてだ。どうして聞くの。理由はない。ただの世間話だ。苦手そう。そういうのいらないから。だよね。そうか、すまない。よいしょ。あ、これ楽しい。またオールコムに戻ればいい。で、こっちに行って。いやだ、このゲームね、単純に走ってるだけなんですけどね。言ってしまえば走ってるだけのゲームなんですが、非常にね、面白いんですよね。こう気持ちよく走れるんでね。はい。 WFIO に着いた。外にエレベーターの入り口があるはずだ。それで上に向かえ。おーい、ふい。 OK。 驚くべき博識、ノアから盗んだドライブをプラスチックというハッカーの元に運ぶよう頼まれた。彼女は風変わりな少女のようだ。彼女によれば、これはカスカディアの北西にある好戦的な隣人オムニサットからのものだそうだ。しかし複雑な暗号を突破するには演算能力が足りないらしい。プラスチックに従い近くのオールコムの施設に向かう。彼女によると内部に入ったらデータスルーをリダイレクトすれば大丈夫だそうだ。開始。このドライブ興味をそそるわ。なんか容量が尋常じゃない。髪の毛や。オムニスタットがこんなに先進的とは驚きね。エレベーターの高速移動で。男はオムニスタットのスパイか何かだったでしょうね。ここら辺のものじゃないとは思ったが、オムニスタット。よし。ガラスまでスパイを送るほど重要なものらしい。ほい。クルーガーセックが警備を強化していたのも納得ね。グリッドブラシックが中盤になってたもの。ああ、自分の王国でオムニスタットに勝手な真似をされて、ガブリエル・クルーガーが黙っているとは思えない。で、王国って？ここもクルーガーは王じゃないでしょ。いや、だから。ああ。話好きのノアからすれば非常に青話しづらーい。ここだね、プラスチックは。よし。で、ほっ、ここ、よっしゃ。ちょっと待って、下になんかあった。よっしゃ。ゲッチ、監視記録。そんな感じだ。ヘンリーはこの状況について片手の拍手。2日前から連絡がつかないんだ。道元が関わってるなら、彼とは二度と話さないで。で、こっち。ほっ。すごい毒よ。上層部の人と話してみるけど、何も保証はできないわ。私の力は前ほど強くないの。これはあなたの最近の冒険のおかげでもあるのよ。ほっ。ほう、下にクルーガーセックいんな。いるね。こっちで。あ、いや、下か。じゃあ、お邪魔しまーす。どうも。よいしょ。オッケー。データスルースを見つけた。接続する。アクセス。さらに降りてメインターボーズを見つけろ。何？何なの？ユ
優先スイッチのルーティングも変更しなきゃ。一番近いのは数階下にある。了解。フェイス、クルーガーセックの通信司令部がオールコムでの騒ぎについて話してる。お前のことだ。やばいかもしれない。はい、お待たせ。よいしょ。ほ、先にこいつやらせねえ。ほら、OK。おお、ほ、なんだ、どうやって行けばよかった。こっちか。ほ、ほい。ああ怖い。こんなのが崩れたかと思ったら、よいしょ。はい、フェイスちゃんです。ほい、うーって、ほい。ああ怖、なんか大丈夫かな。見なかったことにしよう。よいしょ。あ、こっち開けて、はい、 OK。 お、監視記録。 OK。 で、よし。で、ほ、あれ、ダメか。答えはそこにあって、今にも。あの子たちは？ノアのとこに預けてきたよ。ここには。ノアのとこ？あ、これあれだ。親父とお袋だ。ただ空想を追いかけてる。ああ、やっちゃった。空想じゃない。どうしてそう言えるの？ボタンが。君がカスカリアを永久に変える。この世界を永久に変えるんだ。でしょ？で。ほい、こうでしょ。ん、下、あ、こっちでいいのか。なんだ、ほーいよ。ん、待て。でも、まずは休憩から。どこだ、上か。ふっ、あ、ダメ、取れなかった。ほーい。でもこれ上でしょ、多分。どうやって取るんだ。そこにあるんだけどな。そこの下から降りなくちゃいけないっていう感じなのかな。まあいいや、後でまた取りに戻るか。結構隠しは難しいな。よいしょ、はい。ああ、下にいっぱいいますね。では、やべ、するわけないだろ。はい、はい、ほう、はい、はい、ほう、はい。危な。スイッチを見つけた。わかった。接続中。よし。ちょっと時間がかかりそう。フェイスを脱出させろ、プラスチック。わかってる。でも部屋を封鎖されたみたい。解除してみる。お願いしますよ。シックプロテクタークラス近接10。ほう、コンバットシフトで攻撃をかわす。はーい、あー、きっとー、あー、あー、ふっ、ふい、ふい、さごい。ほ、あー、そういうことね。ほ、ふい、あー、いった。相手になって、ほ、ほう、なんだそや、ほい、ほっ、うえだよ、ほい、回り込んで、はい、ほっ、うわ、いって、くっ、この野郎、勝て、危なかった、ほっ、ほい、ドン、で、今度はこっち、さあ、打ってこい。ふっ、あー、食らっちゃった。
この野郎。ああ強い。ああ怖。で他は？あまだ来んのかよ。おい。違反者だ。司令部。違反者にはどう対応すればいい？ふい。うわ。やるね。はい。ふい。ふい。ああ、あと一発。ふい。オッケー。部屋を解除したわ。サンキュー。グリッドロードに向かって。ふい。調べの一通りだ。オッケー。そうなんて言ってないでしょ。オールコムからグリッドロードを制御できると思う。敵がかなり出るようになったな。あーやだ。クルーガーセックの援軍が建物を包囲してるぞ。見て、この野郎。急いで脱出しろ。この野郎。はい。チェス。はいさ。うわ。やだ。で。グリッドノードはその近くよ。どこだって？よし、新しいアップグレード回以上。グリッドノードはグリッドの構成要素よ。カスカディアの全データはそこを通りフィルタリングされてる。ずっと前からノードに接続したかったんだけど、潜入せずに接続する方法が見つからなかったの。ランナーの中にもビートをグリッドノードに接続している者がいる。多くの役立つ情報が得られるそうだ。ほう。ノアはやったことあるの？ああ、だが何度も改良されていて、今ではリンクも切れてる。はいどうも。ほい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 。オッケー。ほう。ああ、ついでだったのか。いたんだね、アンテナのところにね。はい、どうもー。さあ、逃げないと。こっちか。おー、やめろー。よいしょ。こっち。あぶねえ、じゃあな。行ってー。ほ、ここはどうやって行けばいいの？あ、これか。早く逃げないと。逃げないと。ちょっとこの中なんだけど。Eボタンが出てこないぞ。お？いや、死んじゃう。今は使えないってこと？しょうがないな。おい。おい。ほう。オッケー。お前もだ。ほい。ほら。いや、これどうすればいいんだろう。よいしょ。まさかこの隙間を縫って行けと？いやー無理だろ。だよね。あー、こっからか。どうしたらいいんだ。あのプロペラ止めらんないぞ。おいしょ。こっちじゃないってこと？じゃあこっち行こうか。隠れ家がマークあるしね。セーフハウス逃げるか。いや遠いな。どうも。行って。受け身が難しい。ほい。ほい。よいしょ。ん？こっちか。あー、やめて。やめて。うい。
おいおいおいほほいほい撃つんじゃねえ。おらおいらこの野郎が。よしで、こっち登って、いや、なんか全然違うところに来てるな。まあいいや、とりあえずランナービジョン通りに行った方が良さそうだ。よし、んんよいしょよいしょ、どうだどうだ、やべえ、来た、よし、ほい、この野郎、おい、さあ、危ねえ、ほい、お前も、OK、お前、なんも、この、はい、さよなら、OK、あー、倒さないと次のランナービジョンが出ないんだな、よっしゃ。どうも、よっしゃ、はあ、セキュリティ拠点完了、おいし、はい、まあちょうどいいので今日はこの辺で終わりにしておきましょう。次回もこの続きからやっていきたいと思います。あー、結構敵がバカバカ出てくるようになったんでね、うまくこう戦ってクールに決めていきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はランナーの高見だ。